こんにちは、ダイエット美容家の音島沙織です。今日のテーマはヘアケアです。今年も2021年もお世話になりたいヘアケア参戦です。っていうのも2020年の、年末あたりマイベストの企画をですねちょっとできなかったので、2020年出会ったマイベストコスメを2021年も使っていきたいというテーマのですね動画を撮っております。はい、ちょっと本気で髪の毛とずっとこのね先っちょの方の髪の毛ともずっと付き合っていきたいというので、ヘアケアをねすごい重視しながらとか、あとは髪の毛で普段遊びたいなとか、なんかそういうヘアにまつわるアイテムいろいろやっぱより真剣に使うようになって、で予算に出会ってしまったアイテムがあるので、それ早速紹介していきたいと思います。はい、一つ目はじゃん、余裕のヘアクレンズパックです。すっごいいいんですよこれ。去年ハニーさんの企画でこのヘアクレンズパックのメソッド、ヘッドスパとかね私すごいよくやるんで、ヘッドスパのメソッドの監修してほしいっていう風に言われて、いやちょっと基本的に使っていない商品はメソッドもなんか提供するの難しいですみたいな、もうすごい頑固というか関わるの難しいみたいな感じで言ってたんですけど、使ってみてよっていう風に言っていただいて、でちょっと使ってみたとこ、なんだこれは、なんでこんないいんですかってめっちゃ聞かせていただいたぐらい良かったクレンズパックです。動画の監修もしてるんでその記事も載せておくんですけど、それからもね今年も引き続きお世話になっていきたいなと思っております。っていうのも体全部なんですけど電子が流れていて、で特にすごいねその専門家みたいな方を監修に入れて作ってるんですけど、その専門家の方がすごいいいシャンプーをめちゃくちゃこう調べていったところ、究極いいシャンプーって髪の毛の電子を整えてくれるシャンプーらしいんですよ。でそれができるクレンズパックになっております。でこれ不思議なのが毛穴の、汚れってね毛穴スコープみたいなので見てもらうたりしたことがあるんですけど、やっぱりねこの辺は洗ってもこの辺がちょっと溜まってたりとか、なんか結構適当に洗うので私も結構汚れって溜まりがちなんですよ。なのでそういう汚れもしっかり取って使った後のちょっと なんていうんですか、毛穴の風通り感が良くなる不思議な感覚になれるような成分も入ってるんですけど、風が通る感覚があるようなスッキリ感もあるし、めちゃくちゃ髪の毛が柔らかくなるんですよ。っていうのも水分がしっかり入って、毎日余裕っていうテーマがあるので、毎日使って、パックしてちょっとやるとか1個で一石二鳥なヘアパックなので、デイリーで使ってももちろんいいんですけど、私はたっぷり使いたいので週に1回とか2週間に1回20分とかね30分とかお風呂に使っていられる時に頭に塗り込んで結んでお風呂に使ってるようなスペシャルデーに使うことが多いです。どっちに使っていただいても全然いいみたいなんですけど、そういう時はシャンプーせずに髪の毛濡らしてもうダラダラに髪の毛にもう余すことなくくっつけてこれをでパックすると本当に赤ちゃん髪になるんですよ。こんなサロンのトリートメントとかだとびっくりすることあるんですけど、自分なんかヘアパックみたいなの使ってこんなに感動したの初めてで、スペシャルデーに使うのが私はすごくですねおすすめです。で2つ目はデイリーで使うシャンプー、去年からちょこちょこおすすめしてたんですけど、やっぱりこれウルオッテのナチュラルシャンプーノーブルフラワーの香り。ウルオッテっていうブランドの名の通り本当に髪の毛が潤う、乾燥しやすくてパサつきやすい髪質というか、今はね特にそういう時期でもあると思うので今こそおすすめなシャンプーです。で香りが本当に精油の香りがね本当に幸せ大好きっていう香りからも入ってるんですけど、2in1というかコンディショナー基本いらないよ、リンスいらないよっていうスタンスのシャンプーなんですよ。ヘアミルクが
あのラインにあるんですけど、もうそれぐらいで OK なので、リンス基本してない、急いでる時とかしてないこれでこうシャンプーして出て、ヘアミルクとちょっとオイルもつけて、私はあの乾かすっていうスタイルもありますし、これ1本で結構指通りすごい良くなるんですよ。なのでこれプラスヘアパックしてもらったりとか、トリートメントしてもらうのがすごいねいいと思います。しっかりこれもやってトリートメントすると本当にツルツルになるんですよ。これぜひ使ってみてほしいです。ヘアトニック、スカルプ系エッセンスみたいなのね、前紹介したんですけど、それの、ね、パッケージがブランドのね、なんかビジュアルがすごく、ね、一新されて、またさらに可愛くなったので、ぜひチェックしてみてください。これ大好きです。で次はですね、私髪の毛が伸びたので結構日によってアレンジしてるんですよ。今日内巻きだったりとか、まあ、外巻きだったりとか、結構くるくるにしたりとか、ウェーブ巻きにしたりとか、なんかいろんなアレンジをしてる中で、髪がまっすぐでニュアンスつけるのすごい難しいんですよ。パーマをしてる感の一個ずつが遊んでるような髪の毛って作るの難しいんですね。ストーンみたいな。で、私はそれが結構悩みで、常にニュアンスの出てる髪の毛にすごく憧れがあって、なんかそれってワックスとかだと結構ね、なんか難しいし、かけるのがこうなんか、あ、つけすぎるとベタベタになるしとか、なんかいろいろあるじゃないですか。で、それを叶えてくれるヘアアイテムが見つかりまして、知ってる方多いと思うんですけど、じゃん!使いすぎて蓋もない。ジョンマスターのシーミストスプレーです。本当にこれがいい。シーミストスプレーって前も持ってたんですけど、なんかあんまり使ってなかったんですよ。使うところがよくわかんなくて、髪を伸ばしてパ巻き始めたりとか、なんかこうニュアンスいろいろつけるようになってからめちゃくちゃ役に立ちます。なんかちょっとつや消してマットでこうニュアンスで流行りっぽい髪の毛をしたい時にこそおすすめ。あの今巻いてケープで固めてるみたいな感じの方はぜひ一回使ってみてほしいです。感動する、束感というか絶妙な感じで仕上げてくれるんですよ。なのでこれをちょっと巻いた後にこうシューってして、でこうくしゃくしゃってやったりすると、ちょっと前髪の束感のあるいい感じの髪の毛とか、なんかオイルとかなんかヘアバターとか難しいなっていう時に使ってほしいです。もうすごいおすすめ全部おすすめ。2020年ね、これどうしても紹介したかったんですけど、2020年ベスコスできないまま、あーと思っていたので、この機会にご紹介しました。まあ、デイリーで使えるシャンプーと、まあね、オイルとかいろいろ紹介したいのあるんですけど、まあ、2020年っていうのをテーマ、出会ったテーマにするとこれですね。ヘアシャンプーと余裕のヘアクレンズパック。これはもうほんとデイリーのちょっとニュアンス、おしゃれな髪型したいみたいな時に、本当に役に立つ。な感じのシーミストスプレーかな。なのでぜひ使って試してみてください。ジョンマスターとかだったらね、店頭で結構試せたりするので、あの店試してみるのがいいかもしれないです。私の2020年21年も引き続きお世話になっていきたいヘアケアアイテム参戦でした。ありがとうございました。